中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。何も入ってないみたい。マジで何も入ってないの？こっちは？何も入ってないみたい。大丈夫？生活してる？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月25日土曜日の午後4時34分です。では、本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々やん。あ、やっぱちゃんと来るんやね。でも、混すぎじゃない？飛び盛りの時に比べて。そんなもんかな？遊びに来られたお客様にアイナトーンの魅力がしっかり伝わるといいですね。そして、近頃この辺りの島に出所不明の美術品を売りさばく怪しい人物が出没しているとのことです。え？不審者情報。危ない目に遭った方はいないそうですが、皆さんもお気をつけくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。常吉のことよね、きっと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。あ、これね、周り、バラの種？バラの花の種巻いた。まだ咲いてないけど。はい、27,608 ベル。え、ってことは、常吉おるんかな、どっかに。近頃この辺りでって言ったよね、なんか。たぬきマイレージプログラム。あ、これね、動画外で買い物したんやけど。これ何やったっけな。あ、あれや。ね、こっちが、あ、そうそう、ソーラーパネルをもう一個買って、こっち電動キックボードを買ったんよ。ユキやろ。やっぱりこれ1個じゃなくて2個の方がそれっぽく見えるかなーってことで。よし、ソーラーパネルをね。よいしょー。置いといて、どれぐらいの間隔で置くものこれ。まあ、こんな感じでいっか。電動キックボードどうしよっかな。カッパ着とったら頭は濡れて大丈夫なんかな。やっ、おー、常吉おった。いや、元気かい、まさしく。世間話でも。空の色も表情を変えて、だんだんムードが出てきたね、まさしく。ほら、めっちゃ普通におるんやけど。超普通におるんやけど。ちゃんと傘差すんやね。あ、こちらの島のお人ですやろか。こりゃどうもどうも。お初にお目にかかります。アイナさんとおっしゃる。いやー、ええお名前ですね。私は常吉っちゅうケチなアキーノですわ。自分でケチって言った。おや、何かお困りごとでも。なんですって？美術品を探しておられる。いやー、これはなんとも運命的ですわ。と言いますのも、実は本日、たまたま、偶然、落ち着いたメイドをお持ちしてるんですよ。いやいや、ほんまに運がよろしいですわ。今ならたった、え？ 49 万8000ベル、高っ。え、高っ。高っ。備えに言われましても、なんせ大変に貴重な品ですから。え、高すぎやろ。びっくりなんやけど。とはいえ、せっかくのご縁ですし、ここでお客さんを突き放さるなんて、商売人としてのプライドが許しまへん。よっしゃ、こちらの落ち着いた銘が、今回だけは4980ベルでお譲りしましょう。そういう感じ？買った。毎度あり。じゃ、お題をいただきます。てか今回は買う前に見れないの？見れない。自分で精査することができないってこと？いやー、お客さんの目は本物やと思ったんですよ。今後ともご贔屓にお願いします。きっと騙されている私は。よ、どっか出かける途中？だってね。お話ししよう。せっかくこんな島に来たんだし、普通使わないような食材で料理を作ってみたいね。だってね。せっかくこんな島に来たって言っても、もうね、だいぶ住んでるけど。じゃあこの美術品を、ふうたくんに渡せばいいということか？どんぼん。むぐご。は。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？美術品見つけたよ。ほう、そうですか。どんな美術品を見せてくださるんですか？ワクワク。落ち着いた名画とかいうやつ。落ち着いた名画ってなんだ、現実では。ほほう、これは、落ち着いた銘柄ですね。いやはや、なんと言いますか。これほどまでに落ち着いた銘柄だったとは。え、何それ。感想が。あ、でもじゃあこれは本物ってことか。この落ち着いた銘柄があれば、美術品専用の展示室を創設できるんですが、いかがでしょう。この美術品、私に預からせていただけませんか。
いいよいいよ。ここ、よろしいんですか？ではお言葉に参りさせていただきます。これで博物館の増設を申請することができます。ああ、こうなったら大急ぎで工事に入る準備をしなくては。アイナさん、どうもありがとうございました。どこに増えるんかな？やっぱあの上かな？そしてキャンプサイトに、びっくりした、なんかと思った。キャンプサイトに新しく来ているという、旅人のところにもちょっとね、顔を出しておこう。可愛い子やったらどうしよう。ライオネル出て行ってくれんかな。あ、誰やっけ？小雪ちゃんか。ほら、あ、はじめまして。この島でキャンプさせてもらってる小雪です。気まぐれにこの港を選んだんだけど、大当たりって感じ。とってもいいところだね。この島に住んでる子が羨ましいな。よかったら短い間だけど、仲良くしてよ、デヒョ。小雪ちゃんどこでそんなに見かけたことあったんやっけ？ポケモリ？はい、次は何？ジョッキーの服。ふんふん、じゃあする。ルール説明いいや。一緒やろ、多分。はいはい。やっぱり多分このゲームしかないんやな。じゃ、次こそ赤。赤。はい。やったーハートだよ。赤いから大正解。約束した通り、あたいのジョッキーの服をプレゼントだよ。どんなんやろ、ジョッキーの服って。はーん、次は負けないんだから、そのジョッキーの服はあたいだと思って大切にしてよ、ってひょ。結局、物をもらうまで、粘るやつ。あ、上下セットなんや。なるほどね。バイバイ、小雪ちゃん。そしてやっぱり勧誘する感じの会話にならんかったけん。あれやんね。10人おったら、呼ぶことはできんってことや。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月26日、日曜日の午後5時40分です。では、本日のお知らせです。なんと、この度アイナトーンの博物館を増設する許可がおりました。お、やっと。ということで本日は博物館で増設工事が行われています。今日1日は対応ができず、ご不便をおかけしますが、明日には立派な展示室が完成しますので、お楽しみに。と、風太さんから伝言をお預かりしましたので、この場を借りて皆さんにお伝えしておきますね。あ、じゃあ今日は寄贈とかは何もできんのやね。では、本日も楽しい一日になりますように。まだ咲かんのか。何日ぐらいかかるかな、バラ。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物代金 16,640 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。あ、で、またね、私多分動画外でね、買ったんよ。ゴールドクレストと、ケケガムランと、ん？アイナ様、いつもタヌキマイレージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。あ、これ、え、これは何？これは何？え、ケケガムランやろ？あ、アイナ様のお部屋は 57,031 ポイント、ランク S、おめでとうございます。今回、お家の評価3万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。何でしょうか。まずこれ、ゴールドクレストね。で、これがケケガムランで、で、こっちが公園の時計。ああ、そっかそっかそっか。公園の時計買ったんよ。博物館の横に建てようと思って。公園じゃないけど。さあ、それじゃあ、あと、東園やって。公園の時計を、ちょいと博物館の方に。お、ん、なに？聞いて聞いて。あたい、あゆなちゃんに教えたいことがあるんだ。あ、それはね、仕草？あれ、なんだっけ？あ、思い出した。はて、のリアクション、教えてあげようと思ったんだ。やだ、自分でリアクションして思い出すなんて恥ずかしい。でもよかったら使ってみてね。あは。イエーイ。はて、なリアクションを教えてもらった。むむ？むむむ？ちょ、待って。はて。
このなんかさ、動物同士がさ、挨拶し合えるのめっちゃ好きなんやけど、可愛くない？いつも思うんよね。結構でかくなるんかな。とりあえず、この辺にでも、公園の時計という名前ではあるけれど、まあね。まあまあまあ。あ、でもそのうちまた場所変えるかもしれない。お、落とし物？コンタイプ初めてじゃない？今までずっと巾着やった気がする。落とし物を拾っちゃった。あ、なんかちゃんとボールペン挟まっとるやん。誰の落とし物だろう？持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。え、これ違う？元気それ何よりだわ。なんだってば。なんだってばじゃない。だってば。ね、それ傘全然意味ないと思うけど。見せて、だってば。これこれ。はい。あら、ごめんなさい。これ私のじゃないみたいだわ。そうね。このテイストはツンドラさんが好んで持つそうね。だってば。ちゃんとこうなんかヒント教えてくれるのいいよね。ってことで、ツンドラさん。その辺にまだいるはず。あれ？あ、おった。あれ、さっきまで傘さしてなかったよね。どうした？あ？さっきのモニカか。どっちだかわからなくなってきたよ。落とし物してない？何かしらなのだわ。てか、同じ狼同士でも、傘さす子とささん子がおるんやね。ま、なくしてしまってた私のスケジュール帳。感謝の気持ちでいっぱいよ。ぜひお礼をさせてもらわなくちゃ。ちゃんとスケジュール帳なんや。見た目の通りやね。キャリアのジャケットよ。こんなものしかないんだけど、なのだわ。キャリアのジャケット、かっこよさげやね。おー、よくないよくない？え、めっちゃかわいい。いいやん、いいやん。え、普通に気に入った。そういえば私ね、仕立て屋クーポン、なんか1枚しか使ってなかったけんさ、もう1枚も使いたいんやけど。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。買い物に来たの？アイノさん。奇遇ですね、よう。世間話でも。どれも素敵ですごく迷っちゃいます。今日一日考えて明日買おうかしら。でも明日になったらきっとなくなってるんでしょ？悩みますよ。確かに日替わりやけんね、商品。あ、かわいいあの布。いつもそんな布やったっけ。いらっしゃい、アイナさん。ゆっくりお構いできなくてすみませんね。何しろたった二人でお店を回しているものですから。昔は二番目の妹、琴乃も一緒に三姉妹で働いていたんですけど、今琴乃は一流デザイナーになる夢を叶えるために、修行のために出ているんです。私も今まで2回会ったよ。それより前に琴乃姉ちゃんは、有名なファッションデザイナーのもとでずっと修行してたんよ。だから姉妹3人で同じ屋根の下で暮らして、一緒に働いた時期は夢みたいで、あの頃はほんまに楽しかったわ。ほんまにそうやったね。毎日が賑やかで。琴乃が楽しみにとっておいたアイスを勝手にキネちゃんが食べてしもて、こっぴどく怒られたり。なんか想像がつくような。あ、お姉ちゃん。この間のお返しやよ。せっかく3人一緒になれたのに、また離れて暮らすのはちょっとだけ寂しいんですけどね。でもそれ以上に私たちで、あの子の夢を応援してあげたいんですよ。いいね、なんか、この姉妹の愛みたいな。ほんまにそうやね。琴乃姉ちゃんの夢は、うちら姉妹の夢でもあるんやから。めっちゃドアップ。ルーシーの超ドアップ。はい、試着室使います。持ってる持ってる、仕立て屋クーポン。今日も持ってきたよ。何、順番待ち？ごめんね、ちょっと待って。ちょっと待って。H T シャツかわいい。あ、なんかいいね。シンプルイズベストって感じじゃない？ふぅ。どれがいいかな？ツートンの襟付きシャツ。あ、かわいい。これでいきます。はい。購入します。かわいい、かわいい。なんか全体的に超パステルチックになったことない？あら、素敵やよ。お気に。もともと身につけたものは、お家の収納に送っておくわね。ほら、なんか超パステルチックじゃない私。かわいい、いいね。お気に、またどうぞ。学習机、全然。おう。ねえ、なにそれ？え、ねえ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 。ちょ。もっと近づきたいけど。ねえ、これ、トタケケ映っとるよ、この本。見える？見えない？ほら。なんかあれ、ねえ、左側、トタケケ映っとることない？何の本なの？てかちゃんとめくったね。
あ、でもめくる仕草はあるけど、ページは変わりおらん。何か。中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。何も入ってないみたい。マジで何も入ってないの？こっちは？何も入ってないみたい。大丈夫？生活してる？ちゃんと生活してる？木製の姿見てイメチェンしようかな。人んちで。人んちでイメチェンできるんやね。なるほど。そっち側は何が書いてあるの？あ、こっちはギターやね。なるほど。え？なになになに？今私話しかけたよ。いらっしゃい。どうぞくつろいでくださいね、よ。え、今私普通に話しかけてさ、ルーシー話しそうな感じの音楽鳴ったけど、全然無視されたけど一回。世間話でも。いつもは当たり前みたいに思ってる島の環境も、アースデイみたいな日があると改めて意識できていいですよね、よ。アースデイ全然意識してないんやけど私。みんな意識してる？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。気づかんのかと思った。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラドン時刻は2020年4月27日月曜日の午後4時40分です。では、本日のお知らせです。ついに本日、博物館に新しく美術品の展示室ができました。お、できた。絵画や彫刻を展示できるとっても立派な展示室なんですよ。館長のふうたさんによると、展示できるようになる美術品の寄贈も24時間いつでも大歓迎とのことです。ただ、偽物の美術品も出回っているようなので気をつけてくださいね。やっぱり今回も偽物はあるんか。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お。あ、バラが咲いとる。今気づいた。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金19,089ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。なんかあれやね、バラめっちゃ上向きな感じやね。なんか飛び盛りの時とかと結構変わっとる。立体的や。超立体的な感じや。あ、そうさ、私時計ね、こっちに移動したんよね。なんかこの辺に置いとったんやけど、なんかこういう、噴水の周りというか、花の周りというか、に置いとる感じの方が綺麗かなーと思って。なんか外観、ちょ、綺麗になったんかな？ね、なんか変わったよね、多分。あんまり覚えてないけど。なんか変わったかな？んぐご。は。すみません。ほほ、これはこれはアイラさん。ついに本日、美術品展示室が完成しました。それもこれも、アイラさんの寄贈のご協力あってのこと。改めてお礼を言わせていただきます。美術品展示室への入り口は、階段を上がったところにありますので、ご自由に見学なさってください。あ、やっぱり私が言おうたとこかな。あ、これ？おー、ほらほらほら、できとるよ、新しく。雪だね。こんな感じ。あ、すごい。へぇー。この辺とか、絵が飾られたりするってことかな。あ、やっぱすごいな。え、ちょっと待って。あっち側は？まあ、帰ってきてからにしようか。あ、これ？これやね。寄贈したやつ。落ち着いた名画。2020年4月25日、アイナ様寄贈。え、日付とかも書かれるんや。牛乳を継ぐ女、ヨハネス・フェルメール作、1658年頃、油彩、キャンバス。あ、なに？ちゃんとした情報がわかるってこと、ここで。すごい。牛乳を継ぐ女、どんなタイトル？聞いたことないんやけど。計算された構図や巧みな光の表現力から、光の画家とも呼ばれたフェルメールの25歳頃の作品。意外と小さい。え、すごい。ちゃんと解説まで見える。へぇー。あれやね、美術品の歴史の勉強にもなるってことやね。素晴らしいやん。え、だって落ち着いた名画としかね、寄贈するときには分かってないのに、牛乳を継ぐ女って分かっとるやん。すげえ。あ、こういう感じか。なるほど、一周ぐるっと回ってこれた。でもさ、ここが、窓でね、
すぐ向こう、なんか、葉っぱが落ちていく様子がわかるのに、この先があるっていうのはどういう感じなんやろ。どういう感じなんや。ここなんか細長く廊下があって、向こう側に建物があるんかな。ちょっと、謎やね、構造が。やっぱなんや、なんかこの、ハンナちゃんの家がね、こういうカラフルな感じなのがめちゃくちゃ、しっくり来ないんだけど。私だけですか？よく来てくれたね、だってね。もっとパンクな感じじゃないの。あんたが来てるそれって、確かツートンの襟付きシャツだっけ？シンプルだけど清潔感があっていいね。ま、それもあんたの着こなしがイケてるからなんだろうけどさ。その爽やかさ、うちには出さないよ、だってね。なんかあげれそうなものあるかな？ゲームセンターの椅子。なんか椅子ないし。でもここの感じには合わんかな。あげてみようかな。言い忘れたことでもあんのかい？だってね。これもらって。しょうがないね。受け取ってやらないこともないよ。ツンデレか。あ、間違えた。本にした。まあ。お？本じゃないか。いやー、ちょうどこういうのが欲しかったんだよ。ありがとう、アイラ。マジで？人は見かけによらない。近いうちに部屋を片付けて、これを飾らなくっちゃね。へ、すっごく楽しみだ。だってね。飾るんじゃなくて読んでね。読んでね、ちゃんと。近いうちに片付けたりするんかな。この家はうちの神丸だしさ。好きなものには囲まれたいたちなんだ。誰になんて言われてもね、だってね。まあ、それはね、わかるけど。中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。みんな何も入ってないやん。ね、飛び回りの時には夢が詰まったりとかいろいろしとったはずやのに。あれかな？一番最初に触った家具に対して反応があるってことかな？家に入ってきてから。今日は、破れたズボン。破れちゃったのか。へい、たぬきち。アイナさん、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら博物館リニューアルをお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだのも？参加してくれるかな？します。はいはーい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。あ、噴水がない。それでは、ただいまより博物館のリニューアルオープンを記念したセレモニーを取り行います。なんで、花だけ残して噴水が見えなくなるからってこと？ありがったなも。このアイナ島はご覧の通り、目を見張るほどの進化を遂げているだなも。それもこれもいつも協力してくれるアイナ島の皆さんのおかげだから、とっても感謝してるんだも。リニューアルした博物館を代表して、フータさんに挨拶してもらうだなも。では、フータさん、一言お願いするだなも。アイナ島の皆様、いつも博物館の運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。おかげさまで展示数もかなり増えており、この調子で盛り上げていきたい所存です。そしてこの度、念願の美術品展示室を増設することができました。アイナ島の文化的発展に貢献するためにも、より一層運営に力を入れてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。おー、なんかちゃんとした言葉。その後に私が一言を言わされるの。ふーたさん、どうもありがとうだらも。次に、博物館リニューアルに多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。一言すぎん、いつも思うけど。それではアイナさん、一言お願いするだらも。やったね。本当にその通りだなも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだなも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。博物館完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。いいね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。全員が集まってくれるのもいいよね。やっぱりなんかずっと二人楽しそうやな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2020年4月28日火曜日の午後5時14分です。今日は特にお知らせはありません。まだ火曜日ですから飛ばしすぎないよう、無理のないペースでお過ごしくださいね。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。遠目にサイルが見える感じめっちゃいいよね、なんか。もしもし、こちら、たぬき商店のまきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、2392ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。やっほーまみーさん。あら、ごきげんよう、ダフン。話しに来たよ。こんなお天気が続くと、洗濯物の乾きが良くて助かりますよね、ダフン。マミーさん、あのお洗濯セットで洗濯してくれよる、ちゃんと。川辺に置いてるやつ。あ、なんか、電話ボックスの中ちゃんと電話が。すごいね。細かい。よ、元気いっぱいだな、デゴワス。それは多分近くを走ってるアンチョビの方じゃないかな。天気がいい日は心なしか、体の調子もいい気がするんだよな、デゴワス。うんうん。まあ、そうじゃなくても健康そうやけどね。や、こんにちは、弟子。お話ししよう。今日もアイナ島は平和だねえです。まあね。やっほー、楽しくやってる？あは。世間話でも。さっきね、モデルウォーキングの練習がてら島をお散歩してたの。あは。それで、なんかさっきちょっと疲れとる感じやったよね。若干。見て見て、あれ公園にさ、何やったっけ、姉もね、黄色い姉もね、オレンジか。オレンジの姉もね、植えたんよ。あの周りになんかちょっと柵みたいなの欲しいよね。柵。なんか花壇みたいな感じでできんものかしら。なんか話よりよ。何話よん？モニカさんの将来の夢って何ですか？タフン。そんなの決まってるじゃん。国民的アイドルになることだよ。そのために今めちゃくちゃ、めちゃくちゃ鍛えてるわけ、体を。片手で持っとるし、まあ片手で持てるか。テレビをつけたらいつでも出てる、みたいな。あは。モニカさんが国民的アイドルになったら嬉しいですけど、私なんて話しかけられなくなっちゃいますよね。そんなの寂しすぎます、ダフン。しょうがないよね、アイドルだったら。もうそんな顔しないでよ。サインあげるからさ。あは。もう今から。モニカさん、そんなすごいアイドルじゃなくて、島民的アイドルでよくないですか？それでも私から話しかけるのはちょっと遠慮しちゃいますけど。ちょっとマミーちゃん。あたいもう島民的アイドルなんだけど気がついてなかった？それなのにめちゃくちゃ話しかけてきてるよね。あは。あ、なんかちょっと落ち込んどる風に見えるよね、あれ。お、ヨガ中っすか。お元気そうね、だってば。お話ししよう。私、今日はまだまだやりたいことが山積みなのよね、だってば。ふんふん。で、それはヨガが終わってからするの？ふふ。あ、なんか作りよる。レシピ教えて。へへ、アイナか。今ちょうどいいとこなんだ、あの心。忙しそうだね。へへ、聞いて驚け。おいら今、梨のクローゼットを作ってるところなんだ。筋トレしてたらビビってひらめいてさ、いても立ってもいられなくなって、こうして作ってるとこなんだ。おいらの最高傑作、梨のクローゼットの作り方、お前も教えてほしいか、あの心。教えて。でも多分それ梨がいるんよね。おう、ちゃんとメモしてるから、バッチリ教えてやれるぞ。まあでもレシピが増えるのは嬉しいことだ。てかこの部屋にね、あの置物だけ私は馴染んでないと思うんだ。多分シリーズ的には一緒なんやろうけど。まあ、オイラでも簡単に作れるんだから適当でも大丈夫だぞ。頑張ってくれ、な心。適当？あ、これか。梨のクローゼット。ふんふん。梨のクローゼットのレシピを覚えた。レシピの覚え方が結構いろいろあっていいよね。ほら、梨が必要。梨を使って作る家具ってなんだ一体。しかも10個もいるやん。結構いるね。大きい剣ってことかな。中にはやっぱみんな何も入ってないよね。夢とか詰まってないんすか？寝てる。立ったまま寝てる。大丈夫か。ぐー、むにゃむにゃ。は、僕は何もしてないよ。って、あれ？よかった、夢か。せめて座って寝よ。何、そんなに疲れてたの？ライオネルのところはあんまり、
収納という収納はない。島での暮らしに時計なんて必要ないのに、ついデジタルアラーム時計を飾ってしまうんだ、まさしく。僕は時間という呪縛から逃れられないのかもしれないね。やっぱ多分、最初の一つだけ何かしら反応があるんやね。うんうん。ってことで、毎回違うものに、話しかけるというか、違うものを調べたら、結構面白いかもしれんね。今度、ジャグジーでも調べようかな。さあ、このライオネルにどんなご用かな？まさしく。おしゃべりしよう。アイナくん、君、昨日は随分と精力的に活動していたそうだね。まさしく。僕もアイナでの一日はあっという間に過ぎてしまうよ。まるで魔法にかけられたように。まあ、私は日々そんな感じだからね。たったまま寝てるよ、ツンデラさんも。スー。はやだ、私寝ちゃってた？なんでか寝顔を見られるのって恥ずかしいわね、なのだわ。びっくりした、また寝たんかと思った、今。おお、しまえた。このお部屋どうかしら？私なりにこだわってるつもりなの。好きなだけ見ていってね、なのだわ。うん、かわいいというか、上品でいいと思う、すごく。あ、これもイメチェンできるやつなんやね。ふんふん。今はやめとくわ。ね、それ窓開いてないよ。締め切られてるけど。あれなんや、引き出しは開けれんねやね、あれ。これなんやろ、楽譜かな。あ、これを演奏するための楽譜ってこと？お、これは？今流れよる音楽と同じ音楽が奏でれよる？そういうこともないね。なんかそんな感じなような気がしたけど違うかな。あれよね、ツンデロさんの家も初めて入ったね。なんか外見全然違くない？外見私一番好きなんやけど、めっちゃ可愛い。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年4月29日、水曜日の午後4時24分です。今日は特にお知らせはありません。週も半ばになりましたので、後半も元気に過ごせるように無理はなさらないでくださいね。あ、明日で最後か、4月。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。お、バラが増えよるね。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金28,033ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。お、誰かから手紙が。あ、レックスか。なるほどね。虫好きなアイナ様。青筋アゲハをモデルに制作した作品が完成しましたのでお送りします。虫に対する興味をありがとう。君と虫の心の距離がより一層近づきますように。虫のアーティスト、レックス。これで、アウスジアゲハが。あれよね？そっか、虫は、モンシロをやっとったやんけ。こんな感じ。でかいな。でかいな。まあ、家具やけん、そんなもんか。何やってんの？おー、使いゆる。ごめん、叩いた。まあ、お会いできて嬉しいですよ。お話ししよう。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢ですよ。あ、そういえばね、今日は、あれなんよ。私、まだポケモリとのコラボ家具を受け取ってなかったなと思って、あ、かわいいメガネかけとる。それを受け取ろうと。え、これはタダで受け取れるの？それとも、一応なんか必要なんかな。タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。2日連続ボーナス80マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキショッピング？タヌキショッピングで、普通に？ここ？あ、で、これか。キャンペーン。イェーイ。一応なんか、ポケモリの、マイニンテンドーやっけかなんかっていうところで、番号をダウンロードして、あ、ベルで買えるんやね。ふんふん。番号をダウンロードして、それをね、ニンテンドー e ショップで入力したら、この、
アイテムが増えるらしいんで、え、めっちゃ可愛くない？超絶可愛い。キャンプ場の看板絶対いることない？待って、これ、オーダーして、木漏れ日広場の飾り。フォーチュンクッキーワゴンとか欲しい。絶対いるやつ。OK ゲームマシン。なんかね、どの辺に置こうかなみたいな思うものはいっぱいあるんよね。OK モータースの看板。この辺なんか全部欲しいよね。てかあれじゃない？全部買ったんでよくない？ね、せっかくのコラボ商品やし。え？ 5 点まで。5点までらしいわ。初めて知った今。かわいい。私、A 派やな。A 派。ね、めっちゃかわいいよね。まあ、とりあえず、最初に欲しいなと思ったものは全部買ったかな。まあ、残りのものもまたね、今度。あ、待って、普通の方とかも。ちょ、普通の方も。もしかしてこっちも合わせて？こっちも合わせて5か、5つまで？お散歩。ほら、やっぱりそうや。え？ってことは、あれは？たぬきマイル交換は？こっちも？でもとりあえずこのマイル数で欲しいもの。わたあめの屋台。わたあめの屋台もね、どうしようかなって思うよね。なんか、どこに置こうかっていう感じやし。まあ、とりあえず今回はあれだけでよきかな。あ、ヘアカラーも増やせるんや。へぇー。あ、髪型だけじゃないんやね。カラーも。ほうほうほう。クールヘアアレンジベスト8。よし。じゃあ今回はこんな感じで。よきよきいいね。とりあえずキャンプ場の案内看板とかはさ、もう確実にあっちのキャンプ場に置くやん。もう絶対置くやん。お、なに？アイナさん。あら？今日はあなたに新しいリアクションを教えてあげようと思って声をかけたの。うんうん。何を教えてあげるつもりだったんだっけ？変ね。さっきまで覚えたのに。って、今の、うーんはどうかしら。考え事をするときにぴったりのリアクションでしょ？例えば。うーんはどうかしら。最初に思っとったのとは違うってこと？いや、いいけども。なリアクションを教えてもらった。むむー。かわいい。これやろ。見えねえ。見えねえ。ねえ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 、ちょっと。ね、思うんやけどさ、あれじゃない？なんか、みんなさ、こっちがリアクションをしたいと思っとるときにさ、どっか行くやん？ね、もうちょっとちゃんと見てくれる。ちょっと、ちゃんと見てって言ってるじゃん。私がおらん方に行きよる。悲しい。いや。これで足止めしてからの、あ、なんか困ったような顔してる。ちょいと木を切り。待って。そういえばさ、あれじゃない？緊急脱出が使えるみたいな。はい、緊急脱出サービス。島の中で何かに道を塞がれたりして、身動きが取れなくなるなどの緊急事態には、こちらのサービスをご利用ください。ご自宅や案内所などでお客様を速やかにお送りします。ご利用には、たぬきマイレージプログラムのマイルが必要です。ほう。100マイルやったっけ？緊急脱出サービスをお願いする？します。確実にこれ、刺されとるよね。はい、お電話ありがとうございます。こちら、緊急脱出サービスでございます。お客さんは？はいはい、アイナ島のアイナさんですね。お客さん、ご利用は初めてやと思いますんで、簡単に説明させてもらいますわ。その間に私は多分、ボッコボコになってると思うんだ。このサービスは、道が塞がってしまったり、何らかの事情で身動きが取れんようになってしまった人を、安全な場所までピューッと一瞬で送り届けさせてもらうっちゅう、画期的なサービスなんですわ。どうやってるかは、まあ、企業秘密なんで、詮索せんといてくださいね。利用料として、1回につき100マイルいただいてますけど、どないします？まあ、100マイル、あっという間にね。あっという間に溜まるけんね。はいはい。ほな、100マイル先払いでもらっておきます。
そしたらお客さん、どこに送らせてもらいましょう。じゃあ自宅までお願いします。お客さんのご自宅ね。了解です。あれ、こっちのボタンでええんよな。よし、じゃあほな行きますぜ。レンジャー、おー、脱出。ほれ、着きましたね。そうそう、最後に一つだけ。島も頭も詰め込めすぎたらパンクしてしまうんやで。何事もほどほどが一番や。ほな。懐かしのリセットさん、オペレーターという名のリセットさん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。